次に、基準合わせです。基準合わせのタイミングは、セットごとセンサーの精度を確保するために、セット後に基準合わせを行ってから14日ごと、もしくは50回測定ごとに行います。また、セット後の基準合わせから7日後もしくは25回測定後には、画面上に基準が点滅し、基準合わせの予告が出てきます。 この状態でも測定はできますが、正確な測定のために早めに基準合わせをしてください。1. あらかじめ基準液ボトルの蓋を開けておき、尿筒形をスタンドから取り出します。2. 尿筒形のボタンを押すと、基準液の適化マークが点滅します。3. センサー部に基準液をかけます。洗い流すようにたっぷりかけます。 しばらくすると、画面の文字が順に消えていきますので、OK が表示されるのを待ちます。セット後の基準合わせでは、1回目の基準液を滴化後、OK は表示されずに、基準が点灯します。2の手順に戻り、ボタンを押して、基準液の滴化マークを表示させてから、再び基準液をかけてください。4。 OK が表示されると、洗浄も点滅するので、センサー部を水道水で洗浄します。基準合わせ予告が出てから行う場合は、1回の基準液的化で OK が表示されます。ピッとなって収納が点滅するまで、十分にセンサー部を洗浄します。5. スタンドに尿筒形を収納します。